徳波大学は浜松キャンパスの移転に伴い、浜松市と土地売買の仮契約を結びました。新キャンパスは駅南口に、2028年4月までの開校を目指すということです。徳波大学によりますと、浜松キャンパスの移転先は、JR 浜松駅南口から600メートルほどのところにある、市が所有する旧高砂小学校跡地です。 土地の売買について浜松市の公募に応じる形で昨日、5億9600万円余りの仮契約を結んだということです常葉大学によりますと郊外にある現在の浜松キャンパスは交通アクセス面の課題を抱えていて数年前から移転を検討していました新キャンパスには現在のキャンパスにある3つの学部と1つの研究科をそのまま移転させる方針で 遅くとも2028年4月の開港を目指しています。